本場所。本場所は、公益財団法人日本相撲協会によって、定期的に行われる大相撲の興行。歴史にとっては、企業審査の性質があり、本場所での結果に基づき番付の昇降や力士、報奨金の加算が割れる。本場所における取り組みは公式戦とされ、通算の成績などは、本場所のものを採用している。 1958年、昭和33年以降は、年6回の工業で固定されている、下表。開催地の命名権名称は2018年、平成30年時点のもの。3月場所、大阪と7月場所、名古屋の会場では施設命名権が売却されており、主催者である日本相撲協会では、上記のように施設命名権に基づく名称と、 正式名称を併記して使用している。施設名の扱いに関してはメディアごとに対応が分かれている。本場所のテレビラジオ中継を行う NHK 日本放送協会は本場所の会場名について正式名称のみを使用している。一方、新聞報道などでは報道機関により施設命名権による名称を使用する場合、正式名称を使用する場合、 両面章を併記する場合に分かれている。江戸時代には本場所は各地で個別に行われており、力士は場所を主催する漢人元と自身の抱え大名の都合がついた本場所に個別に参加していた。その中でも、山と江戸、京都、大阪の相撲が特に盛んで、江戸で年2回、京都と大阪で年1回ずつ行われることが多かったが、天災や天候不順、 不入りによる中止や打ち切りも頻発していた。明治時代になると、各地の相撲集団は法人化して、個別の力士を抱えるようになり、大正時代には、相撲集団は、東京と大阪に修練し、それぞれ常設の国技館で、年2回工業を、さらに合同でも工業するようになる。昭和時代になると、東西協会が合同して日本相撲協会となり、戦後には、大阪、名古屋、 福岡で、それぞれ工業を行うようになって、現在に至る。一場所は、江戸時代は、晴天十日間工業だったが徐々に伸ばされ、現在は十五日間連続で行われる。一日目は、初日、八日目は、中日、最終日にあたる十五日目は、千秋楽と呼ばれる。初日は一場所十五日制になって以降、 昭和天皇崩御に伴い1日延期された1989年1月場所を除き日曜日に設定されている。原則として初日は第2日曜日だが3月5月9月11月場所では日曜日が5週ある時は第3週から始まることもある。7月場所は夏巡業の期間確保のため6月から行われていたこともあり、現在も 第一週から始まることがある。番付は各場所初日の約半月前に日本相撲協会より発表される。1970年頃に年末年始を挟む1月場所を除いては初日の13日前の月曜日と定められた。他のスポーツ行事の少ない曜日を選んだということである。例外として1月場所の番付発表については直前が 年末年始の期間に当たるため近年は前年12月下旬頃に行われている。本場所の土俵進行、土俵入りや力士呼び出しの順序は、奇数日目が東方から、多摩数日目が西方からとなっている。本場所は毎日8時頃、呼び出しが会場前に設営された荒野暮から打ち出す、寄せ大鼓で始まる。この五女の口から順番に、 取り組みが始まるが、3日目、新弟子が多い3月場所は2日目から、から中盤にかけては、その前に前相撲が行われる。序の口、序二段、三段目、幕下と取り組みが進み、幕下の相撲が残り5番、幕下上位5番になった時点で、重量力士の土俵入りが行われる。かつては幕下取り組み終了後に行われていたが、昭和40年代末のオイルショックの際に、 高熱費節減のため、土俵入り後の休憩時間省略を目的に時間が変更された。この時点で14時20分頃になる。その後、重量の取り組みに入るが、初日と先集落は重量残り3番を残して、日本相撲協会理事長からの挨拶、協会後挨拶が入る。重量取り組み終了後のおおむね15時50分頃に、幕内力士の土俵入り。 横綱土俵入りが行われる。千秋楽では重量以下各団の優勝決定戦及び優勝力士の表彰が行われる。土俵入り後は中入りの休憩時間に入り、初日は支配、優勝期返還式が行われる。また、1.5月場所初日では優勝学上幕式、1月場所初日では年間最優秀力士の表彰式も行われる。 二日目から十三日目までは、時間に余裕があるときは、翌日の幕内取り組を紹介する、顔ぶれゴンが行われる。幕内取り組が半分消化したところで、時間調節のための昇休止がある、十七時ごろ。幕内取り組終了後に、弓取式が行われ打ち出となり、一日の工業は、すべて終了となる。時刻はこの時点で大相撲中継終了の十八時に、 なるように調節されている。先週楽は弓取り式後に幕内最高優勝の表彰式、場所によっては先立って優勝決定戦が行われるため、全日程が30分ほど繰り上がる。1909年6月場所以前はエコーインでの晴天寺工業の形をとっており、雨天中止となった場合その後二日続けて晴天とならなければ開始できない規則となっていた。 戦前は、戦時戦後の一時期を除き旧両国国技館が使われ、1927年から1932年までの地方本場所は、大阪市、京都市、名古屋市、福岡市、広島市で開催の実績がある。第二次世界大戦中には軍による接収、空襲による被災、そして戦後アメリカ軍による接収で国技館が使用できずに、後楽園休場。 番付上の表記は、小石川トラック園球場や、神宮外園相撲場等で、晴天限定で開催、その後仮設国技館、当時の表記は、奥設国技館時代を経て、倉前仮設国技館へと、本場所開催地を移した。年6場所制が定着する前には、本場所の間の時期を利用して、本場所の開催されない土地で工業をすることがあった。その頃は、 巡業も一門ごとに別の土地を回るのが普通だったので、全力士集合して行われる工業は、巡場所と呼ばれ、持ち給金の加算も行われた、番付の商工には関係しない。1940年代には、満州で3カ所5日間ずつ開催で15日工業としたこともあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。